はい、それじゃあ、キンドレットやりたかったのにやれなかったんで、腹いせでジグスやっていきたいと思いまーす。録画開始開始。コロカちゃん、もう最悪、もうなんかポンコツをでも引くことが多いな最近は。キンドレットを ADC でやるんだったらあれだね、エンゲージジャンプと合わせたいね。やっぱキルを取んないと。あれだからさ、アタックがあれしないから。そうだね、まあ、カニとか食べれればいいけど。キリングスプリン取ってくれ。インドレットは LCK のあのピョシクやね、ピョシク。元 DRX で世界大会優勝した。ピョシクが好きなチャンピオンやね。あとあれだね、今だと LPL の、なんか FPX でめっちゃ強い、ミルキーウェイっていう選手が、もともとキンドレットが得意な選手らしい。ムンド最強か？あ、ムンドって最強なんだ。ムンド最強で草。あー、まあオリアナサップ、オリアナじゃねえ、モルガナは結構俺も嫌いだね、サポート。青よりさんどうも。よしくー。無理や、よしく今季の8金土で弁当してて笑った。ピョシクうまいよね。なんか NA に行って結構弱体化する選手が多いって言われてる中、 NA に行って唯一強くなった、強くなったってか NA に行っても、まあ、腐らずちゃんとうまい選手。フォア JJ とかもともとあれだよね、SSG だっけ、サムソンギャラクシーかで優勝して、優勝したんだっけ、忘れちゃったもん。その頃のロール見てねえし俺そもそも。でこの位置にいる、だってさ、サポートとかいらなくね。あ、落ちてるだけだった。アムズ、キンドレット使ってきました。いいなぁ。キンドレットやりてー、俺も。このチャンピオンを攻撃。ファーストピックやったのに譲ってくれなかった。味方が復帰しました。ムンドってやっぱ最強なんだ。ムンドってもしや最強。ダブルキル、わあ。ヤッツさんの動画見てダイヤ踏めました。お、ナイスやね。俺もダイヤ戻ったよ。でもなんか高校の同級生かなんかもね来たんだよな。万年なんとかだったのになんとかなれましたみたいな。高校の同級生が見てた。ファーストストライク稼ぎて。青よりキンドレットがどういうキャラかめっちゃ簡単でいいので教えてほしいです。まあ ADC あれやね。武田、グレイン、ブクスギリロヤル3、こんばんは。最強と書いてムンドと読みます、はい、ADC なのにジャングルいけちゃうよっていう。レンジ ADC、 レンジジャングラー、
言ったらいいのかな。激ロス最低。ウェームンド星入ってんね、このムンド。まあ俺が、まあ、全部のスキルを使わせたみたいなとこはあるけど、でもキンドレッドのなんか、まあ、他のチャンピオンと違うところといえば、なんか紋章がついて敵に紋章をつけるか、モンスターに紋章がつくんだけど、その紋章を、まあ、3の倍数分取っていくと、あの射程が伸びるっていう。なんだっけな、なんか本家だと、まあ、とりあえず一旦5を目指す。まあ、3、あ、じゃ、5じゃないか。もうなんか本家ってちょっと違った気がするけど、まあ、覚えてねえや、あんまり。なんか、5かな、7とかなんかそんな感じだった気がするんだけどな。まず一旦2段階射程アップ目指して、で、4段階、3段階まで行ったら最強で、なんか4段階まで行ったら神になるらしい。知らんけど。あんま強くないかな。いい、ナイス。なんかキンドレと消えたくね。あった俺ら。俺の勝ちか。でもサミーラってソロ級で使う分には結構いいと思うけどな。なんかキル取れりゃなんか最強になれるし。メルプルル、キンドのマーク付与で使えないところの石油するのはプレサバの時からだからワンチャンバグじゃない説まである。青よりキンドレット難しそう。キンドレットってでも操作自体はそんな難しくないと思う。まあスタックをねいかに稼ぐかってのは結構難しい。スタックをやっぱ稼がないといけないってのがあれだけど。なんだこいつ。お前ジグスに勝てると思うなよ。さあマジ気持ち程度たわにダメージ入んのマジいらねえよなこの機能。気持ち程度たわにダメージ入るよな。てかさ、PBE ってできるんだね。どうやってやってんのみんな PBE。 なんかカリスタ使ってる動画見たんだけど、なんか最強そうだったけど、カリスタ。え、ゴッドサイドに行くわけじゃないんだな。インドだと何してんのこれ。インドでどこ行ったん？まあ、エズダッシュサイド行くか。キンドなんかトップいる。ジャングル勝ってない？なんかキンドレット。スワイ、アドクのおすすめはやっぱりムフですか？まあ、初心者におすすめなのは MF かな。スリア、カリスタは入り口史上最強になりそう。最強かあいつ。あとケイトリンじゃない？
カリッサとケ…カリッサじゃねえや。MF… そうです。スキンドレッドのスキン可愛すぎて即買いしちゃった。ね、あの犬のやついいよね。やべ、死んだ。死んでねえ。死んだか。めっちゃ回復するやん。最強か、お前。はい、フラッシュ切らせたよー。こいつフラッシュないよー。なんかさ、本家のさ、本家のシンドラってさ、後半のダメージの伸びがやっぱ弾の数であるけど、こっちなんか弾少ねえような気がするから伸びがないね、ダメージの。味方チームがドラゴンを倒しました。ブリトニー、自分が使うとケイトリンマジでキル取れない。まあ、ケイトリンってやっぱ射程長いプラスね、こっちのケイトリンの E はなんか本気より強く設定されてるから、ちょっと前に出ないといけないね、キャラクターのスペックを最大限に活かすには。まあ、エズリアルもね、その性能を 100% でやっぱ発揮するっていうあれだと、で前ブリンクが必要になってくるんだよな。そのナイブリンクができることも強みではあるからね。味方が倒されました。うおー、やばい、こいつ飛び越えてきた。ナイス。トラカいいやつやん。走ってきた。前ブリンクの前ブリンクはもういけると思ったらやな、それで言ったら。あ、これいけんじゃね。いけんじゃねっていうのに、まあ、何の言葉が含まれてるかっていうと、大事な CC、なんか相手のマルファイトのアルティメットがあるのにさ、前ブリンクしたら死ぬやん、そりゃ。まあ、そういうのがない時って言ったらいいのかな、ちゃんと。そういうのを考えてね、やるキャラクターですね。メルプル、そらかまま。敵のタワーを破壊しました。おい、俺にはソラカがいるんだぞ。また追ってもらうか。まあ、これはママっていうか、まあ、それぐらいはしてもらわないと困るっていうかみたいなね、そこありますけどね。こういうキャラクターじゃないですか、やっぱり。うぃー、来いよ、お前。おい。え、なんかやってない？やってて草。トラが一つも減らなくてさ。アンチ、キンドレッドまだ触れてないのですが。キンドレッドやりたいね、俺も。ナビア、愛情が当たり前になってるの本当のままみたいだね。ちなみに俺の配信で新キャラ出た時に、キンドレッドって強いですかって言われても知らない。俺配信以外でやってないから。俺配信でやってなかったらやってないよ、ちなみに。敵を倒しました。味方が倒されました。惜しい。アムズ、なんでバロンやってんのか。七不思議だったね、今。バイバーイ。
来ちゃった。みんな。え、なんかこの試合、この試合なんかキンドレっていなくね。算数、英語早くランクで使いたいですね。おい、お前ソラカママいいんだぞ、俺には。俺と戦えると思うてか。アンディ、そうなんですね。首を長くして巻きます。そうそうそう、基本基本ね、俺も触りでやってきてるからね。まだね、知らないね。配信時間の長さで判断してくれ。あ、もうキンドレってやったかな、こいつみたいな。相手やってないから俺。マリア、回復しすぎやろ。こういう前ブリンクはだからまあダメだよねっていうこと。この PC も落ちてないのにダメだよね。早めのパブロン。固定放題おもろ。見てほら、俺たち、俺たち無限に戦えるよ。なビーゴやりてえな。何でもいいかビーゴやりてえ。俺なんか毎回3000円ぐらい持ってない？最強になってまう。何も避ける必要がない。算数、この渦巻きマークみたいなのがキンドレットの老石になったみたいな感じか。そうそうそう。多分。え、Wないの？ごめんね。焦らない男。もう空かを信、まあこの空かをまあ信頼したっていい。ある程度。だから今マップにあるこの赤色のやつとかもね、これキンドレッドのスタックっすね。ラッシュしたら間に合うな。ヌンちゃん、これ。ナイトー。顔面出てなかったから最後出し。こんにちは。あ、やばい、前出てた。あ、死にそう、あいつ。オラフ前に立たせて。オラフ前に立たせてさ、空かで回復させんの最高。ルンちゃんあれ。あオラフじゃねえか、ムンドがこいつ。マリア、エルダービブス最強だ。やばい。トラがさすがに俺ら無理かも。ごめん、終わらせればよかった。敵のタワーを破壊しました。味方が倒されました。遊びすぎた。ごめんなさい。楽しくなっちゃった。
お、なに？やるじゃん。やるじゃねえか。何行こうかな。魔法防御貫通があるのがこれかな。金土意外と育ってる。インドネットやりたかったな俺も。なんでこんなジグスなんてやんねえといけねえんだよ。ジグス最強かやっぱりこのチャンピオン。え、ソラカジグスでタレットになるの強くねえ。ソラカジグスでタレットになろう企画。ウルトどんぐらい出るかなダメージ。なんかいるんやけど。まずいなこれ。あぶねえ。頑張れ。後方支援、後方支援は俺に任せろ。後方支援は俺に任せろ。あまりにも強い。このキャラあまりにも強い。いけんもんだ。俺が後ろについてるぞ。やっぱウルトのダメージ渋いな。終わっちゃった。この5コアでこんなもんか。昔のジグスやっぱ返してほしさはありますな。え、俺じゃないんだ。うい、7万ダマゲーイエーイ。まあこの試合に関してね、少し遊んでしまい、Kindle と7万3000出てる。やべえ、ムンドがこれダメージ受けまくってたからかな。負けたんだけど、Kindle ってやっぱ最強なんかもしれん。7万3000出てんの。バグってね？バグじゃねえのか。わからん。牛ありがとうございました。キンドレットにダメージ負けました。